中一工学は中国の新洋に拠点を置く工学機器メーカー。同社は1984年に設立され、ミタコンのブランド名でレンズやマウントアダプターを開発、製造、販売している。日本の総代理店は株式会社商店工房。1984年、中一工学は日本企業との合弁事業として中華、 人民共和国領年賞信用紙に設立された。中一工学は、ミタコンのブランド名で、マニュアルフォーカスレンズを製造、販売している。これらのレインズは、マウント部を変えることで様々なマウントに対応している。また、同社は、レンズターボのブランド名で様々なマウントアダプターを、製造、販売している。その他にも、他社製レンズの OEM も受け負っている。例えば、 一部のミタコンレンズは、マイヤー・アプテク・ガー・リッツの名前で販売されている。2014年、ハイスピードレンズであるミタコンスピードマスター 50mm を発表した。ライカなどのメーカーと違い、零0.95の非常に明るいレンズにもかかわらず、安価であることが話題になった。2015年の秋には、同回値の 25mm、35mm、8 5ト、mm、ルの レンズの開発が発表された。2016年 CP プラス2016で 135mm のレンズでは異例のスピードマスター 135mmF1.4 の開発を発表。2019年スピードマスター 50mmF0.953 を発表。中一光学が製造、販売するミタコンレンズにはスピードマスター、クリエイター、 フリーウォーカー、APO の4種類が存在している。フリーウォーカー 20mmF2.0、mm、スーパーマクロ4から4.5、一隠しマウントに対応したフォーカルレデューサーレンズ。焦点距離0.726倍での撮影が可能。APS、C サイズセンサーのカメラの装着すると、レンズ本来の画角で撮影できる。レデューサーレンズは、就光効率が高いため、 買い値が一段分明るくなる。アバウトアスミタコン、ZY オプティックス。2020年9月20日閲覧。株式会社インプレス。交換レンズレビュー、スピードマスター 50mmF0.95、アンダー10万円のフルサイズ対応大口径レンズ。デジカメウォッチ。2020年9月20日閲覧。株式会社インプレス。CP プラス2016。 フルサイズ用 135mmF1.4 を参考展示した中1工学会0.95のスピードマスターシリーズも試写可能。デジカメウォッチ2020年9月20日閲覧株式会社インプレス中1工学第3世代になったスピードマスター 50mmF0.953 ニコン Z やキャノン RF マウントに対応。デジカメウォッチ 2020年9月20日閲覧。リミテッド、マゲジネパブリッシング、ズンヨフリーウォーカー 24mmF1.7 レンズレビュー。e フォードジーン。2020年9月20日閲覧。ありがとうございます。